ではこの炙り神社から登山再開、頂上を目指していきたいと思います。階段つらそう。体力にね、自信がないなって人は炙り神社まではケーブルカーで来れますんで、ぜひそちらをご利用ください。僕みたいに、ね、疲れることになりますまあでも楽しいからいいんですけどね。晴れ間が覗いてきまして、いい感じになってきました。なんかこう昔の神話に出てきそうな岩ですよね。なんかここで雨宿りできそうですよね。すごい壮大な、これは杉の木なのかな。大山ちょっと滑りやすい道が多いなと思いますんで、十分気をつけてね、登ってください。根音杉ですね。元のね、あの根っこの部分は同じ木なんですけど、ここから分かれて2本の杉になってますね。もうほんとひたすらこういう道が続いております。これは天狗の花付き岩というみたいです。このね、拳が入るぐらいの穴のことを天狗の花付き岩って言って、天狗が鼻をついて開けた穴だと言われているそうです。大山山頂まであと40分、頑張ります。鹿ね、2匹いたんですが可愛かったですね。ちょっといきなり出てきたからびっくりしました。ついに熊と遭遇かと思ったんですけど、よかったです。この道はありがたいですね。歩きやすい。さっきまで歩きやすいなんて言ってたのも束の間でした。岩しかないよ。やっとちょっとそこ山頂かな。疲れたけど嬉しい。ここは富士見台といって、まだ山頂ではございませんでした山頂まであともう少し、景色が開けてね、よく見えるようになってきました。また鳥居がありました。もうちょっとですね、ラストスパートで頑張ろうと思います。今度は小ぶりな鳥居がありました。これをくぐれば山頂かな。大山山頂って書いてありますね。山頂からの景色なんですが、焚き火じゃないよね。もや霧って見えない
大山山頂到着しました。今回もね、すごい登ったぜっていう感じがすごいしますね。景色はね、やっぱ霧で何も見えないんですけど、まあ、何もっていうか、まあ多少見れるんだけど、霧でね、やっぱもやがかかってて見づらくて、まあ、それでもすごい達成感がすごいあります。嬉しいです。大山山頂 1251.7m だそうです。もやもやでやっぱり景色は見えないです。例のごとくちょっとね休憩したら下山しようと思います。